皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ミスターブレイキングダウンこと川島選手と初コラボです。お願いします。お願いします。お願いします。いやもうね、ブレイキングダウンを一番体現し続けてる男なんで、もうそろそろみんなね、認知してきたんじゃないかなということで、はい、今回ね、コラボをしてもらおうかなということです。川島選手って第何回大会かありましたっけ？あ、1回大会から。あ、そうだ、1回大会から出てて、はい、全部ね。判定決着って、あの1回だけ、あの変な、あ、そうですね、結構噛みついてくる。そうです、あったね、なんかタックル喧嘩も言いながらすぐ抱きついてる、はい、残念でしたね。ちょっと怒ってましたもんね。はい、殴り合えよみたいな。これはないなと思って。あ、でも第2回大会も結構丈夫な相手で、確か。あ、判定だったね。そうですね、はい。でも今何戦してます？今は8戦してますね。でもほぼ全部出てるやん。そうですね、 5.5 以外は全部出させてもらってます、ね、はいはいはい、はい。まあ、まだブレイキングダウンのオーディションとかでこう乱闘とかはしたことないから、そこまでね、コメオぐらいなんか注目度は上がってないんだけど、認知されてないかもしれないけど、どうなんだろう。知ってる人は知ってるでしょ。見てる人は絶対わかるでしょ、うん、もう完全にミスターブレイキングダウンですね。ありがとうございます。川島選手何歳なんですか？僕は今24歳です。24歳。はい、若いね。確かに。で、体重が80キロぐらいでしたっけ？そうですね、でもだいぶ練習をすごい真面目にやるようになって落ちてきて、今が78ぐらいですね。はい、どこ出身なんですか、もともとは？と、ずっと群馬県ですね。あ、今も群馬さんで、そうですね、群馬からわざわざ来てくれたんですか？そうですね、はい、群馬から。そうなんだ、じゃあ萩原さんとね、同じなんですね。あ、そうなんですよ、そうです、練習させていただくと思って、はい。まあ、今度、すごい相手と決まりましたからね、まだオーディション映像出てないけど。出てないもんね。セブンはやばいですよね。面白い試合ですよ、これは。もうプロとか目指していくんですか？あ、そうですね、今後、そうですね、この舞台でちょっともっと実績残して、うん、あと海外進出って、うん、検討されてるじゃないですか、はいはいはい、そういうところには絶対出ていきたくて、そんなに実績残してからプロの舞台で戦っていきたいと思ってます、うん。それもプロっていうのはキックボクシング総合格闘？そうですね、自分は一応 MMA でやらせてもらってて。あ、じゃあ普段からもう MMA の練習をしてるんですか？そうですね、 MMA で普段はやってます。すごいね。どのぐらいですか、もう歴？でももう4、5年ですかね。行ったり行かなかったりの時期があって、あんまりなんですけど、うん、体力持つんですか？あ、そうです。3分はとりあえずいつも練習でやってて、まあ、練習とまた試合違うと思うんですけど、体力はある方だと思います。はい、そうなんだ。なんかまあブレイキングダウンのあの激しい試合を見てるから、総合の試合だったらあの戦い方じゃないでしょ。もうちょい、そうですね、もうちょい落ち着きます。ブレイキングダウンだからやってると。そうですね、まあ、そういうみたいですよね。今仕事は他に何かやってるんですか？仕事は昼間運送業をやってます。トラック運転手？そうですね。じゃあ結構距離走ってるんですか？まあそんな長距離ではないですけど、病院とかもあって医療のゴミを運んでるんで、うん、そんな長距離じゃないんですけど。今日一日毎日普通に、勤務してるんですか？そうですね、毎日、はい。じゃあ今日休んできてくれたんですか？今日は有給をいただいて、はい。わざわざありがとうございます。こちらこそ。なんか自分のアウトサイダー時代思い出すね。じゃあここから、はい、まあライジンとかを目指していくと。いや、そうですね、ちょっといつでもチャンスがあれば掴めるように普段からちょっと練習をしてますね。背そんな高くないですよね。身長はそうですね、170ないぐらいです。169です。169で80近いっていうのはちょっと、はい、もっと減量した方がいいんですか？そうですね、それ考えてます。プロでやっていくんだったらこの階級だとやっぱりみんなでかくてあれじゃないですか。うん、多分フェザーは6サメとかなんじゃない？そうですね、60ライトぐらいで、ちょっとあんまり、そうですね、体作ってちょっとでかくて強いっていうところに憧れてるんで。でも俺でも66まで落とすんでね。そうですよね、うん、それを見てるとちょっといろいろ考えなきゃなっていう。練習してる相手はどのぐらいの相手だったんですか？最近若い子だと、ネクサスなんかでタイトルの直前まで行った子だったりとか、あとディープなんかでそれなりに実績を残してる方ですね。はい、そうなんですね。なんか寝技やってる姿が想像できんのだけど。できないね。寝技できるんですか？そうですね、決めはないんですけど、レスリングのこのつけ込みとか、まあ、こうつけ込んでからのパウンドとかそういうの得意ですね。レスリングなので、結構自分は自信ありますね。へぇ、もともとなんかバックボーンあったんですか？バックボーンは中学生の時にボクシングをかじったぐらいですね。へぇ、腰強いですもんね、結構ね。そうですね、腰は結構テイクダウンあんまり取られないですね。俺が取ろうかな、今日。ちょっと総合もちょっとやってみます、じゃあ。あ、お願いしたいですね、ぜひ。はい、1分ルールでやってみようかなと思ってたんですけど。あ、本当ですか？いや、でも総合やってみますか、じゃあ。お願いします。
24か、思ったより老けてるわ。いやなんかめちゃくちゃ言われるんですよ、34歳とか年上ぐらいかなと思ってた全然そうなんですね。もともとヤンキーとかだったんですか？ヤンキー、まあ、真面目ではなかったですね。ケンカっぱやそうだもんね、なんか確かに結構そういうとこが試合でもたまに出ちゃうんですけど、火がつくとちょっと、はいはい、土地柄的にも群馬とか田舎の方ってやっぱヤンキー多いイメージあるな。そうですね、でも自分の地元は比較的落ち着いてた方だったんですね。へー、はい、そうなんだ。 YouTube もやってるんですか？ YouTube はそうですね、ちょっと前に始めて、はい、なんだかんだやってます。なんだかんだというかまだそんなにあれなんですけど投稿してないですけど。今日なんか撮りますじゃん。ぜひちょっとお願いしたいですね。何やります？スパーリングなんかしてもらって、ちょっと指摘だったり、このダメなアドバイスというか、それとちょっとあの花がないとかそういうこと、そういうコメントが多いので、それについてちょっとなんかご指摘をいただけたらなと思います。なんですかね、花はあるけどね、試合にね、オーディションとかの時に、はい、もっとバチバチやっちゃったらいいんじゃないですか。もっと、そうっすね。喧嘩を売ってくる方がいないじゃないですか。なんか真面目にこのやりたいっていう八津さんもそうでしたけど、やられればやり返すんですけど、まあ、確かにな、なんか絶妙に強いから行きづらいよねみたいな。その辺の弱いやつが小宮くんとかだったらさ、なんかもう俺でも勝てるんじゃないってみんな思ってるわけ。それがないから。で、川島選手に対して勝てる自信のあるやつってそんなことしなくても強いキャラだから、怒りづらいっちゃ怒りづらいから、こっちがガンガン行くしかないから。これから誰でも分かんないオーディションでもミスターブレイキングダウンしないでこれから。そうですよね、ちょっとオーディションでかいですよね、やっぱり一番でかいですよ、はい、一番人気出る場所だから。そうですよね。なんか声が高いよね。いやそれも言われるんですよ。いやどうすればいいんですかってそれはどうしようもできない、ね、どうしようもできないんだけどさ、なんかあの試合とこの顔からなんか発せられる声じゃないんだよ、試合後の前に。あんま喋んない方がいいですかね。まあでももう喋っちゃってるからちょっと低い声出してみたらいいですか、次が。確かにできます今。え、じゃ試合勝ちました、ありがとうございます。やっぱ俺強いでしょ。いやダメですね出た、強いでしょ出たダメですねその強いでしょっていうのはなんか方言ですか？いや、あの第5回のオーディションの時にあの飯田さんが方言じゃないでしょ、ダメでしょ、どう考えてもパンチの強いやつでって言った時に俺の方が強いですよって俺は言ったんですよ、はい、それがなんか強いでしょって聞こえたみたいで、あどっかからこう流行って、はい、広まってきて強いね、強い、ありがとうございます。もともと格闘技は何きっかけで始めたんですか？格闘技はやっぱアウトサイダー。あ、じゃあアウトサイダー、はい、大好きで見ていて。あ、言ってましたもんね、ヒデトラさんとやってね、はい、そうなんですよ。だってアウトサイダーの時代なんて15歳とかでしょ？そうですね、もうツタヤで DVD 借りて見てました。じゃあ俺たちも見られたのか。あ、そうですね、みくるさんなんかはもう会場でそれこそ16、7の時会って写真も撮っていただいて。あ、そうなんですか、残ってるんですね、はい、記憶にないけど当時俺がだから6歳違いか。そうですね、23とかか、はい、じゃチャンピオンだったぐらいか。そうですね、その時は試合じゃなくてセコンドで来られてたんですけど、はい、じゃあ圭之介選手とか、はい、もうねやる可能性あるから。いやそうですね、本当やりたいですね。でもその強い方と思うと、なんかねいいよね、憧れてた人と戦えるって。ヒデトラ選手とやったけどすごく嬉しかったですね。時代は紡いでいくというか、これをまたあの見てる少年もいるわけですから、ね、川島選手のことね。川島選手が30何歳になる時にまだやってたら戦わないといけないくなるかもしれない。いやでもいいですね、少年とやりたいですねやりたいのか、その時はどういう気持ちでいるかわかんないですけどこうやって格闘技の歴史がつながっていくんですね。ということでやりますか。じゃあお、MMA スパーですか？ MMA スパーでもいいし、はい、まあ、MMA スパーやってみますか。お願いします。何分ぐらいで？いつも3分ですか？いつも基本的に3分で今やってます。じゃあ3分でやりましょう。はい、ちょっと練習もしたいでしょ。でもお願いします。お願いします。お願いします。最近はどう？毎日行ってる感じ？練習は毎日やってますよ。まあ、当然のことですよ、格闘家なんだから。まあね、技もね、腕とかできとるね。やっぱやばいでしょ、痛そうな。金網マジ硬いよ。金網でなの？背中も技だろ。やっぱ運動はいいっすよね、汗かいてね、気持ちいいよね。気持ちいいよ。タクモが最近朝練に来てる。あ、そうなの？そう。なんか西谷君を壁レスで20秒絶対つけれるとかなんとか豪語し始めて、うん、結局なんか全然できなかった。
きついでしょ、そんな遊ばれてたけど。もうあれだね、今年も間もなく終わりますよ。終わりですね。また勝敗予想とかはどうだ。ああ、確かに、ね、まあ、勝敗予想してほしいようならやりますか、うん、好評だったら。どういう感じで戦った方がいいか。打撃、レスリング入れた方がいい。ちょっと見てみたいですよね、本当4年5年やってるっていうんで。腰の強さ、はい、取っていいでいくだろ。もちろん意外と取れないかもしれないけどね。俺取れんかったら相当強いよ。え、俺がっていくのは取れんかったら相当強いよ。腰相当強いよ、マジで何を言ったり来たりしたのさっきから大丈夫、なんか硬いなと思って、この部分すごい行ったり来たりしちゃう。俺のじゃないわ、完全に。あとね、筋肉を忘れたっていうことがさ、すごい衝撃的にやばいの。またそういう時に限って蹴られる。蹴られるんよ、前回こんな話しててなったでしょ。いや、川島選手は蹴りあんま使ってこないはずだから大丈夫。よし、やりますか。じゃあお願いします。いや、めっちゃ緊張しますやっぱりグローブをつけたらミスターブレイキングダウンする。そうっすね、俺がミスターブレイキングダウンだって言ってたところですけど今日ちょっと緊張しちゃってます失礼します。1分経過。聞いたやばいあれさっき話してたな、5分前ぐらい筋肉忘れたって。あとね、筋肉忘れたっていうことがさ、なんかちょっと嬉しそうなんだよな。やばい、いや申し訳ない。いやいや、しょうがないですよね。彼、筋肉忘れたんだ。あ、自分もでもそれ話してたんですよ。はい、金的忘れちゃったとか言って結構みくるさん金的もらえますよねちょっときつそうだけど大丈夫。晴れてる。よし、すいません、お願いします。
あら。おお。いやー、切れますね、やっぱり。いやでもすごいですね、やっぱり。いやいや。4、5年やってるっていうの。全然ダメですね。聞かされてるんで。全然なんか対応できてますもんね。そうですね、逃げは結構。タックルが入れないですね。蹴りが。三日月がやっぱちょっと怖いですか、膝とか。来ましたね。いやでも幸せですね、ちょっと。すごく。ありがとうございます。ありがとうございます。ミスターブレイキングダウンと、スパーリングしたら朝倉未来が負けましたでしょ。ダメね。俺の負けだよ、これ。マジで言って、久々にこんな聞いた。ちょっと言っとったらね、毎回言ってるとなる。言うとなるね。言わん方がいいな、これ。すごい対応できてましたね。うん、バネがすごい。おバネがね。力がすごい。ブリッジ力すごいね、ブリッジ力。でもパワーが半端ないんだ。ブリッジだけだと、はい、こっちが分かってくると、ブリッジが通用しなくなって、で、めっちゃ疲れちゃって、はい、テクニックをつけたわけよ。あ、ブリッジはすごいけど。そんな感じで、とりあえず、今からテクニックを教えるんで、はい、そちらも見てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。